今日も PK のシーンです。さあゴミス、元クイック、クイックからセカンドシュート、ナイスキーパーからのクイックリスタートで出し抜いてきました東京。そうですね、リスタートからでしたけど多分ダミアンが控えてたので、はい、まあ交代で自分多分分かってたんですよきっと。なるほど、それでまだまだ自分の手元でから積み上がっていたのが最後は使わずに回して、おっとサプレットをかけて9番やったー、高い位置いい守備からしっかりとゴールに流し込みました。自ら奪ってゴールイン、先制は鹿島アントラーズ。まあ、もちろんセレッソの木田のミスにはなりましたけど、守備のアドバンテージを見ています。さあブラウンノア追い越していく安西、ブラウンノアが自分で入ってくる、左利きで打てるか、シュートを打っていった、いいシュート決まった、ブラウンノア献身、これで今シーズン2桁10ゴール目。後半の26分、選手交代が2連休坂本縦差し込む、前に来る富樫、打てるか、打ったー、富樫の同点がある。後半の7分、舛本監督